百科事典ウィキペディア。笑いとは楽しかったり嬉しかったりなどを表現する感情喪失行動の一つ。全く自発的な場合もあるが、他人の行動に対して笑うという表現を通して笑いと伝えることになっていたり、また発音だが、笑うと書くと赤蹴りの意味が含まれる。周りに釣られて笑うというような現象もあるが、公式の場や話題によっては崩れる禁止です。また人をどうにかして笑わせようとすることを言うのに、一般に笑いを取るのだと呼ばれる。職業的にこれみたいなことを笑い、そのプロフェッショナルを笑い芸人などと呼ぶ。一般に同じ相手に対して怒らせるのは簡単でも、笑いを取ることは非常に難しいことである。笑いを定義するのは難しい。ごく一般的にも、個性が感じられるようになって、表情が急に緊張する笑顔、同時に特有の発声かつ笑い声を伴うことぐらいであろう。普通は何か自分以外の対象があって、それから受ける印象に基づいて、それが合理的であれば、表情に笑いが出ることがあり、特に刺激的な場合には発生が伴い、さらに低音がひどくなると、全身に息つめるような動作が伴い、涙などが出る。しかし人間はこのような表現をかなり意図的に使い分けることができ、微細な感情を表現するので、なかなかややこしい。例えば表情を変えずに笑い声だけを上げた場合、また事故を笑いに対処にするものの中には、非常に複雑な感情を伴うものもあり、自虐などとの区別は難しい。前の発達、微小は新生児においても観察され、覚醒時のみならず、睡眠時にも規則的な周期を伴って生育する。これは新生児微小と呼ばれるもので、教育者の注意を関心を維持させる機能を担った性格的行動と推察されている。実際、新生児微小に関して教育者は高い確率でポジティブな応答を返すことが知られている。このような相応作用の結果、乳児は生後2から3ヶ月の子供が高い適応症状になります。周囲の人に対して自律的に負傷を受けるようになると社会的な症状。発生を伴う恐怖症は生後 3.5 から4ヶ月の実現する何らかの外的刺激への反応として生じるもので、社会的負傷から発生したものと考えられている。しかし笑いを喚起する刺激には驚きや恐怖をもたらす要素が含まれることから、発信的に先行する泣きから発生したものと見る説もある。生理的な効果、笑いによって自律神経の頻繁な切り替えが起こる。この結果、交感神経と副交感神経のバランスの状態が変わり、交感神経が優位の状態になる。副交感神経は安らぎ安心を感じた状態の時に優位で、副交感神経が優位な状態が続くとストレスが解消される。糖尿病の治療にも有効との研究がある。